どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。はい、ということで、本日2023年1月18日なわけなんですけれども、1月18日というと、ピンときませんでしょうか、爆竹ファンの皆様。はい、そうです。1月18日はですね、爆竹4枚目のオリジナルアルバム名版、タブー。 こちらの発売日でございます。はいタブーでございます。はい、こちらはですね、一九八十九年一月十八日にドロップされた。このアルバム。私はですね、当時、中学一年生でございました。重低音が爆竹するというコピーでですね。有名な cd やね、cd ラジカセ。欲しくて、欲しくて、非常に。 えー、たまらなかった思い出があるわけなんですけどねあの結局手に入れることはできなかったんですけどもね <laughs>、はい、このアルバムやっぱり爆竹の天気ともいえるですねこのダークな要素が、えー、こ,この辺りからですねこうど,んどんどんどん盛り込まれていくわけなんですけどね「セブンス・ヘブン」でもこう死についてはねテーマとしてこう入っていたりするんですけども、まあ、曲調がいかんせんポ,ポップ 割とこっちはもうダークに割と振り切った感じかつでもポップっていうかね、えー、ちゃんと聞かせどころは聞かせるという感じでですねもう爆竹流ダークポップダークファンタジーみたいなものがですねこの辺りからこう確立しだしてきているといえるのではないでしょうか、はい、ということでですねこの前作の「セブンスヘブン」 がですね、1988年前の年はですね、6月21日に発売されてそこから7ヶ月後この「タブー」がリリースされたというです、ね、このスピード感7ヶ月ですよ大体こうアルバム今ねアーティストがリリースするスパンっていうのは1年大きいとかだったりするんですが1年おきじゃないか1年毎年1年明けてリリースとかだったりするんですけどもね もう7ヶ月後にリリースしちゃうっていうねこのスピード感、セブンス・ヘブンがリリースされてですね、まあ、夏のイベントとかライブ等々です、ね、こう引っ張りだこだった爆竹なんですけどもよく紙面などでねこの爆竹のメンバーがこうもう休む暇もないぐらい忙しかったなんてね言っておられますけれどもそんなよ,よく見ますけれども,も1988年のですね9月。 6月に「セブン‐セブン」が出てるんですけどもその3ヶ月後にですねタブーのレコーディングをしにですねロンドンに行ってるってう <laughs> どういうことセブン‐セブンリリースしてイベントライブとかボコボコボコやって3ヶ月後にはロンドンでタブーの制作をしている。 いやいや、いやすごいですねで、約1ヶ月ロンドンでこのタブーに集中したあと、ね、帰ってくるわけですね、帰国して、や先に今度、またセブンスヘブンに戻って、セブンスヘブンツアーなるものがですね、全国36か所40公演、行われたわけなんですよね、もうタボータボータ,ボータブーだけにタボーみたいなね感じなんですけどもね、失礼しました。<laughs> すごいあのー、メンバーもですね、そのウィッキに書いてあったんですけども約1ヶ月間このタブーにこう取り組んだわけですよロンドンでタブーに集中したおかげで、えーまあ、帰国後に、ね、開催されたセブンセブンのツアーでは勘を取り戻すのに精一杯だったと苦労したというふうにおっしゃっております。 ねえまあそりゃね無理は無理ですよ、うん、僕もねあの音楽をやってるあの端くれとしてはですねやっぱり思いますねガううーッてそれに集中してしまうともうやっぱり次のターンに来た時にもうぐるっと帰った時やっぱこの余韻がやっぱあ,るあるんでね、うん、なかなか切り替え難しいところってやっぱあると思うんですよね えー、制作でこもっていたと思ったら今度は前作のライブツアーみたいな <laughs> かなり大変だったと思いますねはいで1988年10月26日にはですね先行シングル「JUSTONEMOREKIS」ですねツアー中に出てるんですね「セセブンブンのツアー中に「JUSTONEMOREKIS」のシングルカットがされていてですね すごいですね。そのシングルカットも、えー、シ,ングルシングル用の曲をと言って、えー、持ってきたのが今井さんが持ってきたのが「ジャスト・アン・マ、えー・キス」で矢上桃さんがね「さすが今井」と思ったというふうにねなんかそんなエピソードもありますけどもね「シングル曲」って言って本当にシングルの曲を持ってきたっていうねうまさにもう素晴らしいですねもう天才としか言いようがないでもうオリコンチャート6位ということでですね でその翌年の1989年1月18日に「タブー」が発売。でですね、この発売した翌日、19、20、1月19、20、武道館やってるわけですよ。「サバト」になってますけどね、「サバト」という映像作品になってますけども。いや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 もうタ多忙でしょ、もう。多忙だけに多忙ですよ。でその まあ日本武道館やってるんですけどそれの名目がえセブンス・ヘブンツアー・ファイナルということでサバトはやってるんですけどももういきなりでも「アイコンのクラズム」から始まるんでねもうほぼもう次に次のターンに移ってますよ的なねえ移り方をしてたわけなんですけどもねはいサバトワンツーと出てねえ友達と半分半分で買いましたお小遣いをね貯めてね VHS をね買いましたはい。 本当にですね私が当時13歳で子供だったということもあるのかやっぱりこう他のバンドにはないこう雰囲気うーやっぱ当時バンドブームだったのでやっぱりどっかしらこう皆さんこう似通ってた部分っていうのはもうシーン的にもあったのかなとは思うんですけどもそこにですね何かこうぶっ刺すような。 なんていうかダークだし不気,味不気味だしね一、うん、曲目かけた瞬間からもうなんだこれやと思いましたけどもね「ねえ」でって「ねえ」で「ででアイコンのクラズムね」ねうん本当にねで今井さんのこう今回の今回のというかこの「タブー」の制作する時のテーマとしても「ダー,ダーク」とか「ハード」「スリリング」「メロディー」 不協和音などのイメージっていうのがねやっぱあったらしくてですねまあ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 もうそのままですよ、うん、でもうこうダークかと思ったらこうエンジェリック・カンバセーションとかねほんとにこうファンタジーまさにダーク・ファンタジーを思い浮かばせるような曲もありますしね「うん、J」とかねまさに何かこうロンドンっぽい感じのね、うん、切り裂きジャックを書いて。 描いた歌詞なんかも、ね、ありますし曲なんかもありますしねすごいですよ八神、うん、徹さんが作詞をしている of「フィスト・オブ・デモラリブデモラリですよねなんかもありますし、ね、これピクチャー版になってですねじゃあピクチャー版でちなみにこのジャケットはですね あの爆、ー、竹にはおなじみの坂口健さんがこのジャケットを手掛けております、はい、がけておりましてこちらですね、えー、当時マッキントッシュとかそういったコンピューターがなかった時代にですねレスポンスなる、えー、機械でですね作ったということでですね当時こういった た手法で作っていたバンドとか、アルバムっていうのはなかったらしいですね。うん、なので、こう、世界初なんじゃないかと。このジャケットは、世界初のこういったグラフィックのジャケットなんじゃないかというふうにおっしゃってましたね。はい。実はあの、先ほど、あの坂口健さんからお電話をいただきましてですね、あの。 今日タブー発売日だよっつってで「今日爆竹名古屋でライブだし」っつってかこう言った方がいいんじゃないみたいなほんで「うおう,うおっしゃる通りです」だって <laughs> 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 ですねでまあその,のジャケットの説明を何度かお聞きしてるんですけどもまたさらにお聞きしてですね、うんでまあ、当時なんかそのマッキントッシュもなかった時代に。 できたそのレスポンスというね機械でねできた、えー、この不気味な目ですよ不気味な目ねこんなもんがですね34年前の今日にドロップしたわけですねすごいですねそれでもってこのアルバムを引っさげてのレコード大賞にノミネートされているというね爆竹がね すごかった爆竹、あのー、レコード大賞新人賞ですかね僕も当時見てましたけれどもね当時氷室さんなんかもね「あのエンジェル」で出てましたけどもね、えー、堂々とした演奏で、えー、今井さんだけめちゃめちゃステージから出歩いてある <laughs> ギター弾いてたのをすごい鮮明に覚えてるんですけどもね。 当時まだ生演奏でね当てぶりという演奏方法じゃなかったんでねバンドでも,もうみんなも生演奏でねかなりノイジーなこう演奏ですねお茶の間に響かせてたわけですけどもね、はいえー、そんな、えー、坂口健さんが手がけた名盤の名ジャケットでございますはいでそうですねあの坂口健さん実はですね さっきお電話でお,お伺いしたんですけれども、4月に、この今年の4月に、本が出るらしくですね、書籍が出るらしくてですね、今、その執筆にいそしんでいらっしゃるということでですね、なんと、なんとなんと、キャッチコピーがですね、今井さんが書かれているということですね。まあ、内容はちょっと、それはちょっと今は公表するのをやめときましょうか。あの なんてて書いいあるか聞いたんですけどもキャッチその坂口健さんのキャッチコピーをね今井さんが書いてらっしゃるという情報をゲットしましたん、ね、で是非ですね4月発売になりましたらですね書店へ GO もしくはアマゾンでポチリみたいな感じでございますねで続いての5月の連休にはまた個展を開かれるということなのでまたですね皆様足を運んで 見てはいかがでしょううかとといいことでございますでちなみにですねまたあの坂口健さんの、えー、お話の続きであれなんですけども本日1月18日明日1月19日はですね坂口健さん59歳の Birthday ということで <laughs> お誕生日おめでとうございます59歳には見えない全く見えないもう <laughs>。 若いですねもう若いやっぱなんか好きなことをしてる人とか芸術家って若いんですかねもう年齢不詳ですよね若いおめでとうございますもう先に言っときますおめでとうございます <laughs> 明日ですけどもはいということで本日はですねそんなこんなでですね爆竹の名盤 タブちなみにですね何度かこの影のチャンネルでも爆竹のタブーについては過去動画ありますのでこちら、えー、概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらまた見てくださいタブーがずらりと並んだ動画が入りますんで私がいかにタブーが大好きかということですね語っておりますんでね いや本当にね、こう青春のアルバム、中学1年生の思春期のね、真っただ中に聴いていたアルバムなんでね、フィースト・オブ・デモラリゼーションですね、エンジェリック・カンバセー,ーション、サイレント・ナイト、タブ、ジャスト・マキス、アイコのクラスあもうこれ、だもうせっかくだからもう中身も見せておかないといけないですよね。 ジャケットのね中身ご会長っていう感じで,ですねこのコラージュがめちゃくちゃ僕大好きでですねこのジャケットのコラージュが本当に大好きでもうこれすごいかっこいいですねこの白目の今井さんとか超大好きです すごいこのジャケットによってもこのダークさ怪しさみたいなもんも醸し出してるというねあピクチャー版なんですよそしてちなみにねちなみにピクチャー版なんですよ。あのちゃんと聞く方はね黒い版なんですけどももう一枚ピクチャー版がついてて。 これはね聞けないんですよ番だけ番だけなんですよこんなことね斬新なことを2枚組と思わせといて2枚組じゃない実は1枚はダミーというねそんな仕掛けになっておりますこれは下宝ですはいこれもちなみに 下方ですねこの盤面にこの桜井さんこれがですね CD に入れ縦縦入れの CD のラジカセだとくる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 回ってかっこいいんですでここにね CD 帯も取ってあります CD 案の広告がポチッといや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 最初はね CD プレイヤーなかったんで僕ねレン,タルレンタルだったんですよ CD レンタル屋で借りてきていや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 「JUSTORMAKISS」のシングル7インチもあるんですけどちょっと今出すの忘れた <laughs> 出すの忘れたんであの何回か出してるんで大丈夫ですねということで本日1月18日はタブー発売日なのでタブーを聴きましょう 無双の、無双の誓い、悪夢の神秘、愛の幻想、タブということで <laughs>。はい。ということで。ということで、えー、私、影朗ですね。えー、この YouTube 動画、えー、不定期的に更新はしておりますが、 ポコチャというですね、ライブ配信アプリでは毎日配信、毎日生配信しておりますので、もしよろしければそちらの方もですね、えー、ご登録いただいて、えー、遊びに来ていただいて、えー、私と会話をしていただけると、楽しい時間を過ごさせていただけると嬉しいかなと思っておりますということで、また動画でお会いしましょう。カエロでした。バイバイ。ポ 買いでならなら爆竹35周年本当におめでとうございます。自分のことのように嬉しい。バンド続くって難しいよ。